都市州は、州制度を取る国において、一つの都市内市都市圏によって構成される州。シンガポールは独立以前には、マレーシア連邦に属する都市州であった。スイスにおける都市州とは、次の州、または準州を指す。イングランドの6つの都市州イングランドにおける都市州、またはメトロポリタンカウンティは、イングランドの州のタイプの一つである。 都市カウンティや大都市圏とも訳される。イングランドには6つの都市州があり、それぞれ120万人から280万人の人口を持つ大都市圏をカバーしている。各都市州は1974年に創設され、それぞれいくつかの区に分けられた。人口密度はおよそサウスヨークシャーの800人平方キロメートルからウェストミッドランズの2800人キロメートルである。 個々のディスクトリの人口密度では、ドンカスターの500人平方キロメートルから、リバプールの4000人平方キロメートルとなった。今日のイギリスと比較すると、都市州の居住者は、イギリスの約18%にあたり、イングランドの人口で見ると、約22%を占めた。1986年に、都市州型の州議会は廃止され、その機能のほとんどは、 それぞれの自治体に移管した。これらは事実上、単一自治体へ転換した。部分的な機能は統合委員会に移管された。6つの都市州と、それぞれに属する区は下記の通り。なお、上記で、市の記述があるものは、シティ、ないものは区である。クレーターロンドンの構造は、類似しているが、別の法律で1965年に創設された、ものである。 都市州は現在も旧都市州と呼ばれるが、この衆議会は廃止されたため正確には正しくない。1972年の行政法によって衆議会は存在しないこととなったが、カウンティ自体はそのまま存在し、管理区分の識別コードも現存している。1997年の地方長官法によって指定された地方長官がいる天令カウンティとして残った。 また、特定の政府統計学でも使われるが、あくまで存在しないため、地図上にも表記されず、区と表記されている。プログレッシブ A は中時点2001センサス、KS h イユージュアルレジデントポピュレーション、2009年4月24日、Number of Counties, Districts, Unitary Authorities, w a s et トセトラインザ UK オフィスフ National Statistics, 2009年4月24日、ありがとうございます。